大鹿歌舞伎の舞台農村歌舞伎舞台は日本において江戸時代より農民の娯楽として行われている農村歌舞伎や人形浄瑠璃を催すための舞台。西日本、特に兵庫県において発達した。農村舞台は全国に1000機以上残っているが、およそ10%が兵庫県内に存在する。9、山田城を含む北神戸には15の農村舞台があり。 この地域で特に盛んであったと推測されている。天彦根神社境内の下や上農村歌舞伎舞台や北総農村歌舞伎舞台は特に保存状態が良く、当時の面影を伝えている。江戸時代には農民による芝居の鑑賞や上演は原則禁止されていたが、実際には各地にこうした歌舞伎舞台が作られ、農民らは歌舞伎を楽しんでいた。下や上農村歌舞伎舞台では、 天保十二年から始まった天保の改革の風俗粛清の影響で閉鎖された大阪の芝居小屋の浄瑠璃太夫や人形遣いらがこの地に流れ込み特に水野忠国の失脚後には盛況を極めたという規模は間口12メートル奥行き8メートルと壮大であるまた舞台には皿回し型の周り舞台が設置され花道には一部が反転すると反り橋が現れる 裏返し機構まで備わっている。これは全国的に見ても珍しく、ここ以外では見られない装置である。本来は神社境内の付属建造物である長床を舞台に利用したり、その他、多遊座、二十代、周り舞台、大葉様、武道棚など多彩な機能を有している。天馬神社境内には文久三年建立の割配伝形式の歌舞伎舞台があり、 将棋回しという装置を備えていた。また山田村周辺でも用された人形浄瑠璃は山田文楽と呼ばれ、淡路島の三原地区と並び称されるほど有名であったが、その後芸能が継承されずに現在では上演不能となっている。ABCD 神戸市教育委員会、山田町の歴史的文化財北、神戸ニュ入山田の里、北、神戸ニュ入山田の農村歌舞伎舞台。 ありがとうございます。